さてさてさて、皆さんお疲れ様です。またね、微分岐、続けてやっていきますと、続けてって言っても一度切ってますけど、とりあえずじゃあやっていこうかな。そうですそうです。ですね、ダウンロードコンテンツ撮ってみました。昨日かな、一昨日か、出たってね、ネットの方に書いてあったのでちょっと購入してみました。まず武器から見てみようか。これですね、マナの杖。杖なのに投げちゃうとちょっとすごい下がる。でもこれ強化できますよね、多分。これとまだ出てないのかな、エリス。あったあった、エリスの槍。これを強化して使ってみましょうか。こっちはまだ出てないんですよね、まだ。あとあと出るのかね。これ違いますよね。これでやっていってみましょうか。あ、でもニーヤの剣も使いたいな。ちょっと移動が楽なんですよ私ちょくちょく使ってますけど。でやっぱりこっちですよね、メインは。ゼロ。エリスの服と、ニーヤじゃないですマナの服ですね。これいいですね。マナの服いいですよっていうね、ちょっと声をね聞いたんですけども、これいいですねこのなんていうんですかね、私こういうボディのねラインがくっきりと出るような服装大好きなんですよ。このへそ出しルックに、なんだろう、スキニーパンツかな、こういうねプチッとしたボディライン、私大好物ですね。まあ私のなんか趣味がだいぶ露見されていってるさてさて、すいませんすいません。エリスの服、これはね過去の作品のね動画で見てみ、今ねちょっとちょくちょく見てますけど、の世界観に本当あったような感じですね。元のキャラねあまり知らないんですけど、いや、まあ可愛さで言えばこれがダントツですよね。あまりこのゲームのねキャラクターパッとしないなって思ってたんですけどそうだから前もねニーアの服が可愛いなとか言ってたんですよまあいいや、これを使っていこうかな。当分回復のねこうちょっと強化されるのはね、動画的にはやっぱりワーディア騒いでる方が面白いかなと思うので、あまりいらない。これでも強いですよね。ガード値に SP が減らないってこれかなり便利だと思うんですけどね。 SP ゲージがない状態でもガードができるようになるのかな。それはダメなのかな。まだ後々使って確かめていきましょうか。よし、これでいきましょう。でですよ、赤ちゃん、それ固定できないでしょ、絶対絶対つるって落ちますよねこれいいですね、私こういうのも大好きです。また赤ちゃんがいい表情してます。これもねちょろっと予習してきましたけど、やっぱり過去の作品の方が本当まあうつゲーって言われるゆえんですよね。本当世界観がだいぶ違いますよね。 DOD3 は本当なんか明るくなってますよね。まあ今後のエンディングでどうなるかですけど、まあ親しみやすさは出てますけど、私も当時やっておきたかったな、プレステ2がねうちに。ぜひちょっとやってみたい。ああいう世界観が大好きなんですよ、ちょっと鬱な感じがうん、懐かしい。この辺はわかるんですよ。ニーヤはやったので、エミールよかったな。
エミュー可愛かったですね。これはどこで使われてたんだ。上から使っていきましょうか。イニシエのだから。よし、懐かしい。まあちょっとこの辺でさっさと始めましょうか。よし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 。どうしようかな。彼らからね、ずっと連れて行って武器ももらわないといけないので、では参りましょう。もらったら入れ替えていこうかな。ちょっとこの、私この組み合わせ大好きなんですよ。この変態2人が変態2人かイケメン2人でこれでいこうかな。よし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 。アイテムも購入したよね。よし。あ、危ない、忘れてた。武器の強化ですよ。剣はやった。剣、そう、槍か、エリスの槍だな。これを強化しましょう。もう一段階やっておきましょう。ダウンロードコンテンツの、武器だけでやっていけるという他が必要ない。よし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 、これでいいですね。これ面白そうだな。ちょっと使いましょうかね、マナの爪。よし、では始めます。よろしくお願いします。報告。特異点ゼロが引き起こした分岐は様々な異変を生み出していた。森の変容、敵の凶悪化、そして特異点2とその使徒セントが分離して行動していることも大きな変異として記憶しておく。 M3240E0010QV 記録開始。あの数字の羅列は関係あるのかな。ちょっと怖いよ。ちょっと、東京タワーとのギャップがすごい。こっち向く。すごい見つめてくるんですけど。わからないなら口を挟むな。僕だって話したいよ。世界がなんとかかんとかって。ちょっともう一回ぐらい。わからないこと知りたいよ。僕もっといろんなこと知りたいんだ。これ赤さんが本体なのかな。そういうことにしようか。この森の気配、何もかもが崩れていっているような。だろ、気持ち悪いよな。ええ、全身を這いずる激しい不快感に私はもう興奮してるよ。してますな。指なんか折って何してる。数えてるんだ。毒でしょ、アンデッドでしょ、トロールに巨人剣士に。ねえ、この森おかしくない。醜い奴らは片っ端から殺すのがリトの趣味なんだろ。楽しくていいじゃないか。ふん。奥多も感じているのか。はい、私はいつだってビンビンに感じる派でございます。いや、そっちじゃない。リトが森の異変を感じてるみたいなんだが。ああ、そちら。世界の均衡は確かに崩れている気がいたしますが、しかし今はおおむね私の下腹部の下あたりの均衡が、私めの敏感な体をゼロ様に味わっていただきとうございます。あれ、あれ、誰だろう。私のまぶたの裏に浮かぶこの女性は髪が青くて短くていたずらっ子のような瞳で私を見つめてる。それはトゥーだな。トゥー、これがトゥー。この後どうするの。
森の奥に進むしかないだろう。ワン様、もしくはスリー様を見つければなりませぬぞ。ああ、両方見つけられたら一気に片付けられて楽なんだがな。さてさてさて、やっていきますよ。よし、だいぶ体力ゲージ伸びたな。いいですね、この服装。何これ、石像を壊す。ああ、やった気がする、確か。あいつの考えることはよくわからん。痛い、ちょっとやっぱり倒さないとダメだよね、周りのやつを。ちょっともう窓し大嫌いなんですよ。処理落ちがね、激しくなるのでよく重くなるんですよね。さすが悪魔に魂を売ったものだ。私のフラストレーションが乱されていく。あー、 BGM いいですね。めんどくさくなってきたんですけど、ちょもういいかな。あれ、近くに湧いた。よしよし。おお、これロックオンできるようにしてほしいですね。声も聞いていなかった。よしよしよし、壊しますよ。考えなくていいよ、きっと意味なんてないから。え、なんかアンデッドみたいな声がしてる。あ、まあいいえ、ちょっとめんどくさいんで。無視。あ、またこの服装でこれがいいですね。あの、なんかベヨネッタっていうゲームありましたよね。ちょっとあれを彷彿とさせる。なんだよ、キザ橋って。ベヨネッタ2が出るみたいですね。あれやりたいな。1はね、お友達の家でちょろっとやらせてもらった程度なんですけど、うん、2はね、ちょっとなんか主人公が髪を切ってて可愛くなってたので、まあ、前から美人なんですけど私好みということで。あ、どんどん趣味が出てくるわ。よし、さてさてさて。あれ、消えたよ。ゼロ様、吹っ込まないんでしょう。スリー様の声に疲れた。よし、デカードのポエムとか聞いてみたいな。よしよしよし。一体だけならいいんですけどね、よく服装でできますよね。ならいいか、ちょっと早く倒したい。気づかれた。よし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 。なんとかなんとか。宝箱ありますから。痛い、当たるのそれ。
ちょっとこれですよ、よくカウンター狙って失敗してこういうオチになるんですよ。死んじゃう。さて 20% アップでしたっけ、ちょっとわかんないなどれほど割合なので、大きいものを中あたりから出てくるのかな、めぼしい変化。あ、まだいたよ、来い。ちょっとこれあたり使っていく、ちょっと遅い、やっぱこっちの方がやりやすい何それ、早いよそんな機敏な動きできるのはあなた。よし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 、そうかそうか、かわいい、かわいい短いな。ちょっと技を見ておきたい。あとあとですよ。そう、ちょっとこれを見ておきたかったんです。レベル1なのに多いですね、派生が。空中回転3連脚はあはあはあ、1234と7から変わるね。はいはい、すいません、ちょっと確認オーバー。よしよしよし、ワンちゃんか。キャン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 犬の分際で鬱陶しい、さっさと死んじゃえ。ちくしょう、ちくしょうっていうか、ちくのうしょうっていうか、乗っちゃった乗っちゃった、もうやだこのパーティー、つっかえてる彼降りてきた。ちょっとコンピューター頼むよ。こういうのも使っていきたい。よし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 。これ未だに使い方がわからない。よしよしよし。一つ。ちょっと外れてますお姉さん。ちょっとお姉さん外れてます。だいぶ音楽が明るくなりましたね。無視。どうした？これで終わりか。発乱の犬、冥界より来たれり、草むらの太鼓を鳴らせ。だな。そう来ると思ってた。
ルス。こんな気持ちの悪いケルベロスはなかなかおりません。どの道殺すんだから関係ない。ちょっと後ろ後ろ行かないでください。よしよしよし、いいよ、そういうの。どこまで当てれてるかな。よし、いいですね。 BGM がだいぶ前と雰囲気が変わって、こっちだならね、私のネタが分かりますし懐かしい。ミニアレプリカントの釣りシステムは未だによく分かってないっていう分からずじまいでもう終わったんですあれ難しくなかったですか。よしよしよし、終わった終わった。送った、あれ、よしよしよし、びっくりする。スリー、殺しようと森に誘い込んだけど、あいつが気をつけて、あ、死んだ？死んでるよ。何がどうなってるんだ。私も分かりませんよ。置いてけぼりで話が進んでいくんですよね。よし、ではまた一旦切ります。どうもご視聴ありがとうございました。失礼します。